のお客様です。まあどうもあんたお変わりないですね。24年ぶりのご出演ですよ。そうなんですってね。楽しみにしておりました。いろいろ伺わせていただきます。よろしくお願いします。子供いっぱいいるののたくね。ここにさて渋垣隊の一人で3人だったんですけど、渋垣隊はその一人でいらしたんですけど、渋垣隊は1982年にデビュー。そうです ね、デビューからすると今年で40周年に。そうですよね、はい、で16歳、当時は16歳でした。そうでしたよね、はい、まあ懐かしいなあの頃ね。本当ですね。だって毎週毎週ベスト10で会ってたじゃない。はい、お会いさせていただきました。16歳のあなたと、はい、我々が最初にザ・ベスト10に出演させていただいた時はニューヨークから中継で。覚えてますね、はい、そう、黒柳さんもニューヨークに行かれて。私もニューヨークに行ったね、そうですよね。楽しかったです、ね、当時の渋垣隊徹子の部屋のご出演の時の VTR をちょっと見ていただきですか。はい、なんだって、ね、いやいや、僕はファンの子命ですからって、もう本当アイドルのお手本のようなコメントを台本のように言ってましたね。言ってましたね、今ね、そう言ったのね。元木君は随分可愛いこと言ってたわね。そうですね、はい、まあ3人それぞれちょっと個性が強かったですからね。そうですよね、違うグループは、はい、全部3人とも言ってることは違ってたのが面白かったわね、はい、それであなた中学卒業後親元を離れてジャニーズの合宿所で生活をなさって。そうですね、うん、3人で生活を始めて、うん、お仕事をさせていただいてました。で渋谷さんの他の人たちも一緒だったの。そうです。そうね、ずっと一緒だったのね。はい、もうずいぶん前になります。そうですね、その間あなたはご結婚なさいまして、石川秀美さんと、はい、まあ、大変なアイドルでいらしたんですけど、それでお子さん5人ですって。そうですね、ね、はい、5人で年はいくつぐらい。長男が31歳ですごい3学年ずつ4人いまして離れて、うんうん、それで、一番下の次女が現在13歳です。一番下の子はね、はい、女の子、はい、すごい。男の子3人、女の子2人、みんなお子さんたち外国で育っているんで、うん、早くから親元離れたので今会うといろんなことではとても良かったでしょ。それがそうですね、まあ、次男と三男は今もあのドイツに住んでるんですけども。すごいね、はい、ですので本当に、まあ、男の子はもう父親の背中を見てもう育てみたいな、僕が勝手にそういう思いがありまして、でもやはり女の子に対してはちょっと甘い父親かなっていう思いもありますけど、まあ、長男は今あの俳優としてやらせていただいて、そう、薬丸翔君って言いまして、はい、やらせていただいてまして、次男と三男が今ドイツにいまして、サッカー、はい、あのもう次男はサッカーをやめて、うん、今はサッカー関係のお仕事をフロントに入ってやらせていただいてます。はい、だから次男は中学校卒業してスペインへ、三男は小学校卒業してスペインへ行きましたので。あなたは毎年なんかスペインに行ってらしたんですって。三男が小学校を卒業してスペインに行った時はやはりちょっと親の、サインとかですね、面接が本当にあったんですよ。中学校、はい、毎年のように、うん、なぜかって言ったらその、面接をして、その期間もしかしたら翌年その面接官とお会いする時に離婚してる可能性もあるので、そんなこと、夫婦が、あ、だから必ず夫婦揃ってその面接をっていうのが。すごいわね、夫婦揃って。はい、あら大変大変だったんです。だから、まあ、朝の生放送をやりながらちょっとお休みをいただいてスペインに行って面接をしたり、それからホームステイ先の方と、まあ、いろいろ契約をさせていただいたりとか、はい、そういうことももう今となってはいい思い出ですね。でも随分大変でしたね、やっぱりね。そうですね、本当に僕多分
芸能人の中で一番スペイン大使館に通った男だと思います。なるほどね。もう何十回行ったか分かんないですけどね。本当に。はい。まあ次男も三男もだからね。そうですね。もう早く親元を離れてそれぞれ生活していたので本当にたくましく育ったと思いますね。何カ国語ぐらい話せるの子供たち？次男は4カ国語話せまして三男は3カ国語ですね。すごい。はい。で我々夫婦は全く日本語しか喋れないという本当に、はい、ま、あの子供たちができるので、うん、どうしても頼ってしまうんですよ ね、はい、あら随分長女は美女ね。いやありがとうございます。そうですね、長女と、次女がちょっと年代が離れているので、もう長女はまあ第二の母みたいな感じで。本当だわね、はい、でも長女は高校からアメリカ行きまして、もう最初はあの LA の方に留学したんですけど、うん、まあ本当に留学の初日からもう帰りたいって泣いてましたから。本当に、はい、だから母親は大変でしたね妻は、それをこう電話でなだめながら。石川秀美さんは、はい、あそう、はい、なんかビデオ通話したりなんかして自分、うん、そうなんですよ。でもその頃はまだできてないかビデオ通話。あ、いやその頃ももうありました。もうありました、はい、だから無料のアプリがあったのでそれで本当にいつでもこう通話会話ができたので、うん、まあ、それは一つの安心材料として、まあ、娘もそうだったと思いますし我々夫婦も安心材料としてそういうアプリには本当に感謝してますね。どんなこと話したのそれで。いやもうなんかもう普通に家にいるように繋いだままで一緒にそのテレビを見たりとか映画を見たりとか。本当にその繋いでるっていう安心感だけで良かったみたいですね。長女はハワイにいらっしゃるんですって今。今はちょっとコロナ禍で日本に戻ってきております。はい。でその下のお嬢さんはこの方だけど、このお嬢さんにはハートがついてるんで、はい、そうですね。まだちょっとうちのルールでまだ16歳以下は顔出しないという。あ、そうなの、はい、うん、我が家のちょっと勝手なルールがありました。あ、そうなんだ。から上のお嬢さんはもういいのね。はい。あ、そうか。ですので7年間ぐらいは妻と長女と次女がハワイに住んでおりましたので、うん、私は日本で単身で月2、3回週末だけハワイに行ってたという生活を7年間すごいわね。はい、その飛行機代だけでもすごいわね。まあそうですね、うん、これ何したんですか。あ、これはもうあのハワイのゴルフ場で、これはもう本当にプライベート写真ですね。すごいわね。あのだからハワイ、日本を出てハワイに着きまして、空港に妻が迎えに来てくれて、そのまま2人でゴルフ場に行ってゴルフをして、それからスーパーに買い物に行って、それから次女を迎えに行って家に帰ってご飯を作って食べて寝て、次の日の朝に次女を学校に送っていくという、それが、まあ、金曜日の我が家のハワイでのスタイルだったんですよね。で、あとはそこにハワイに2日ぐらい行って、はい、それで日本に帰ってきた。そうですね、日曜日の夜戻ってきて月曜日からまた生放送やってました。すごい。あなた生放送持ってたもんね、はいはい、すごいよね。ハワイを国内化した男と呼ばれてまあそうですね、ある芸人さんが。そうでしたね。薬丸さんはハワイを国内化した男ですねっていうふうにでも、あの入国審査でしょっちゅうしょっちゅう出て、あんまりにもしょっちゅう出て入ったりするので怪しまれたこともあったんですね。そうなんですよ、本当にしょっちゅう行ってたので、何か運んでんじゃないか君はみたいな形でいろいろ聞かれましたし。本当に、はい、僕もあまり英語ができる方ではないので毎回ミグレーションではちょっとビクビクしながらハワイに入国してました。でビクビクしてるのが分かるから余計向こうが怪しいと思って。そうなんでしょうね、はい、でもしっかりと溜まったマイルはそれは必ず活用したんですって。はい、まあ次男三男がドイツから帰ってくるときは、うん、もうマイルで日本に帰国するというのがこれも我が家のルールですね。そうですね、それは当然ね、はい、ちょうどよく、まあ、都合があったりしないこともあったんですけど、もう何日に帰りたいって言っても3日後じゃないとマイルの席が空いてないから、うん、もう3日後に帰国しなさいとか、うん、そういう感じで。なるほど、はい、でもあれでしょ、留学費を稼がなきゃならないから、あなたも仕事頑張るっていうことで。まあそうですね、それが一つの僕のモチベーションにはなりました。そうですよね、はい、まあ、なりましたって過去形ではないんですけど、現在もまだ、はい、まだ次女が次女が13歳ですから、あと7年間は頑張らなきゃいけないなと。成人するまで、はい、あと7年間は頑張る思っております。結婚は今年32年。
32年ですね、はい。まあアイドルの石川秀美さんと結婚なさったもんですから、当時は大変でしたよね。まあ本当に大変でした。アイドル同士の結婚っていうんで、はい、うちはだから式も挙げられなかったですから。そうなの、やっぱりアイドル同士だってことで、はい、まあいろいろありまして、本当に式も挙げられなくて、でもそのままもう子供を授かって普通に授かり婚だったんですって、はい、生活していたものですから、まあ多分まあ妻ももういいということを口にしていましたし、結婚式というものは、だからまあ本当に結婚式挙げなくても幸せに暮らせばいいやって思っていたんですけれども、まあ、娘たちが大きくなって銀婚式の前年度に僕に来年銀婚式だよねってママにウェディングドレスを着せてあげたいって言い出したんですよ。それはまあ、ああそうかと思って、着てないんだもんね結婚式、着てないので、まあ写真だけでもと思って、まあ、妻にこういう提案があったけどどうするって言ったら、うん、せっかくだからじゃあ写真だけ撮るっていうことで、うん、でもやはりこうちょっと世の中に、うん、分かってしまうとまたいろいろ報道されてしまったりするので、うん、本当に内緒にしてハワイで、ハワイ、はい、知り合いのメイクさん一人だけにお話をして、うん、全てこう段取りをしていただいて、すごい、はい、だから、まあ、僕の、白いタキシードは日本から持ってったんですけど、妻のウェディングドレスはハワイで調達をしまして、あ、これ?はい、白のウェディングドレスとこのパープルのドレスをこれハワイで吊るしで購入したんですね。あ、そうなの、偉い、はい、でもこれもだからメイクさんがセッティングしていただいた一軒家を借りてそこで支度をして、うん、これ全部、はい、でカメラマンの人の提案でこの砂浜で写真を撮ったんですけど、うん、この時も大変で、ま誰も知らないわけですから、そうそうそう、どうやってここまで移動するんだって話になったんですよ、うん、なので僕がワンボックスカーを借りて、うん、この白いタキシードのまんま、うん、ウェディングドレスを着た妻を後ろに乗せてワンボックスカーで空港の、はい、海辺まで行ったんですよね。すごい。で駐車場に止めて、うん、カメラマンの人がセッティングをして OK ですって言ったらササササって出て行って、写真奥様のドレス姿をゆっくり見る暇もなく、そうでもない見たちゃんと、そうですね、ゆっくり見る暇はなかったんですけど、やはり先ほどの写真の時に、うん、やっぱり隣にいる妻を見て、うん、まあ本当にこの写真は撮ってよかったなと思いました。本当よね、綺麗ね。いや本当に綺麗でした、ね、うん、左側の手を挙げてるのはお嬢さん、長女です、うん、はい、で右が次女ですね。こんなにちっちゃかったんですよね、次女まだ写真撮った時は。本当ね、はい、一人だけまだ小さいね、はい、7歳なんですけど、ね、今はもう長女より大きいですからね。本当に、はい、で観光客には見つからなかったんです。この時見つからなかったんですよ。そうかったね、よかったね、はい、じゃあ成功しましたね。そうですね、写真だけこれ残せて本当に良かったと思いますね、やっぱり写真があるとそれ見ると思い出しますもんね。やっぱりあった方が ね、ウェディングドレスなんてね、はい、これはちょっと準備してる時の写真ですね、部屋を借りて、うん、はい、全部だからスタイリストさんもいらっしゃらなかったんで、うん、自分で切ったんですけど、まあ、娘がそのネクタイの位置とかをこう直してくれたりとか、娘なの、そういう時の本当になんかプライベートショットですね、これは。でもその時の結婚した時の写真は今もお家に飾ってあるんですって。はい、ダイニングに飾ってあって先日同期の早見優ちゃんと松本優ちゃんが家に遊びに来てくれたんですけど、うん、何この写真みたいな今年私たち40周年なんだからさ、これ表に出そうよって本当ゆうちゃんがその時、うん、くしくもおっしゃったんですよね。そうなの、まあ、奥様は石川秀美さんですからね、はい、みんな同期みたいなもんでしょ、あなたも。そうです、全員同期です。あ、全員同期なんだ。でこれは4年前ですかね、これハワイで撮影した。あ、これハワイで撮ったの。はい、そうなんです。すごい、松本ゆうちゃんと早見優さんと、そう、たまたまハワイに来てたので、あ、そう、まあ、ランチしようかって言って4人でランチしました。まあすごい、うん、同期と今でもなんかこうやってつながっていられるのが、まあ、とても嬉しいですね、うんうん、あ、そうね、はい、で今でも会うといろんな話する。そうですね、もう、まあ、当時の話もしますし、うん、今全員が、まあ、ゆいちゃんもいおちゃんも母親なので。そうだわね、はい、うん、
まあ、でももう一段落みんなした感じですかね。あ、そうなの。はい、うん、まあ、あの子供たちも大きくなったの。したり、なんか言ったり、捕まり立ちしたり、喋ったり、うん、そう。でももう私よりやっぱりもう妻に懐いているので、本当おばあちゃんっていう感じ。いやもう本当に妻に本当に懐いてますね。でも私は石川秀美さんという方は十何歳に会った時から会ってないから、あなたが会ってないじゃない。そうですか。あなたはなんかしょっちゅうなんか間に会ってる気がするけど。はい、だから石川秀美さんはそれから会ってないから、ええ、あの今石川秀美さんがおばあさんになって孫といるっていうのが想像できない。ああそうですか。うん、うん、まあでもいいおばあちゃまですよ。そう、はい、いいわね。もういろいろもう孫のために本当に時間を費やしてますね。あ、そう、そう、優しい人だもんね、うん、そう。どんなことして遊んでんの？もう今はでも本を読んであげたり、うん、まあお散歩が好きですかね。そう、妻はよく散歩に連れて行ってます。うーん、でももう子供を5人育てたので。あなたの奥様はね。そうです、うん、だからもう本当にあの子育てに関してはもうエキスパートですんで。慣れてる。もうすごく慣れてます。すごいすごい、はい、だからもう孫ももう本当に安心して見ていられますね。そうよね。お正月は4世帯で一緒に過ごしたんですって。そうです、今年はもう本当に家でもうどこにも行かずに4世帯で過ごしましたね。いいわね、そういうのね。これはだから、うちの私の母ですね、うん、だから孫たちのおばあちゃんで孫の、ひいおばあちゃんですね。そうだ、もうひいおばあさんになるわね。はい、がもう全て作ってくれた料理なんですけど、うん、すごい、はい、美味しそう。うん、まあうちの母はあの調理師免許も持ってましたので。あ、そうなの。とても料理が上手なんですね、だからうちの子供たちも本当に母の料理が好きですし。すごいわね。でもね、あなたのお母様で、あなたの子供、それで孫と4代で、はい、4代でご飯一緒に食べるなんて素敵よね。そうですね、こんな日が来るとはちょっとアイドルの頃は想像できなかったですね。ね、でお母様偉いのね、現在お一人でお暮らしなんですって。そうですね、まあちょっとあの父が一昨年他界しまして。そうですね、はい、まあ、ちょっと心配はしたんですけど、でも本当に元気で、うん、まあ、いつ電話してももう本当に元気な声を聞かせてくれるんで。今ちょっとコロナ禍で、うん、なかなかちょっと母に会いに行くこともできないので。そうね、映すといけない、ね、そうなんです、控えてるので、うん、私も子供たちも、うん、だからでもそれもやっぱりあのアプリとかあの電話とかで、まあ、はい、うん、まあ会話してるんで元気な様子は
電話からはもう感じ取れてるんですけど。でもお母様はお父様が亡くなった後もずっと気丈にやってらっしゃるんですってね。そうですね、本当にもう母を見てて女性は強いなって思いました。まあ父はちょっとあの15年間ぐらい脳梗塞を患って、あ、そうだった、はい、老老介護だったんですけど、母はもう本当に15年間父に添い遂げて、で最後ももう見送って、まあちょっと疲れてしまうかなと思ったんですけど、本当に気丈に振る舞って、今ももう孫とひ孫に囲まれて、まあ元気な姿を見られるので、それはいいわね、はい、私もちょっと安心しています。親孝行できたっていう感じがしますかね、はい、なんか夫婦円満の秘訣っていうのは何があっても自分が折れるっていうのなんですって。あ、我が家ですか。そうそうそうですね、もう人生も折り返し地点を回ってると思いますのでもう今後、まあ、夫婦で何かこう揉め事があったとしても、なんか喧嘩をして時間を過ごしたくないなってもう思ってますので、そうそうそう、何かこう揉め事があっても、まあ、男の方が頭を下げれば、まあ、それでもう丸く収まるんだったらそれが一番いいやっていうふうにちょっと最近思うようになってきました。今あと 56歳です。そうですか、はい、考えたらね、月日は経ちます ね、 そうですね、16歳の時に会ったのにね、もう40年も経ったんですよね、そうとね、はい、すごい。でも奥様との時間は持てるようになりました。そうですね、あのもう本当に子供たちも手が離れるようになりましたので、まあ、次女が学校に行ってる時とか、よく2人でランチしたり、今年は、桜を見に行きまして2人でずっと散歩してました。あ、そういいわね、そういうのね、なんか昔では考えられないような時間の使い方だなっていうふうに思ってますね。あ、そうですよね。今はだからちょっと僕仕事の合間でも、まあ、一時帰宅して一緒にランチしたり散歩したり、買い物行ったり、そういう時間が増えました。そうね、はい、あのハワイをきっかけに増えたんですけどね。あ、そうなの、はい、まあ、その継続で、まあ、日本に帰国しても今そういう時間を過ごしてます。まあ、妻がいれば寂しくないっていう感じがするんですね。そうですね、まあ、子供たちは最終的に結婚をしてまあ、ね、いい旦那さんかいいお嫁さんをもらえばその家庭がありますから、なかなか家には帰ってこないかなとも思いますので、まあ、最終的には妻がいてくれれば。これから奥様とやってごらんになりたいことって何かあります？そうですね、2人でゆっくり旅行したり、ゴルフしたりしたいなっていうふうには思ってます。なので今も2人で練習に行ったりゴルフの練習に行ったりとか、あ、そう、はい、してますんで、これからちょっとコースを回ったりとか、まあ、夢はいろんなところを旅行しながら2人でその地でゴルフ、ショッピング、食事、観光できたらいいなと思います。そりゃそうだわね、はい、子供たちはね、みんな多くなるもんね。どうもありがとうございました。徹子の部屋はテラサで過去の放送回を配信中。無料見逃し配信は TVer で